あ、すみません。もうラストオーダーの時間過ぎてるんですけど。ちょっとだけ待っててもらってもいいですか？お待たせしました。今店長に許可もらってきたんで大丈夫っす。ご注文どうぞ。いいんすよ。今日はもうお客さんいないし、俺が片付け当番なんで。で、ご注文は？いつものやつですか？そりゃ、いつも同じ時間に同じもの注文するお客様は印象に残りやすいですから、必然的に覚えますって。かしこまりました。850円になります。お支払いは電子決済ですか？現金？あ、いや、全然ダメじゃないです。いつも電子決済だったから、ちょっと意外だなって思っただけで。現金持ち歩くんだって。はい、ちょうどお預かりしました。すぐ作るんで、受け取り口で待っててください。お待たせしました。ん？ああ、今日も一日お疲れ様でしたってカップのメッセージ。本当はこういうの規則で禁止なんです。でも今日も残業だったじゃないですか。お姉さんがどんな仕事してる人か知らないですけど、こんな時間まで仕事してるってことは残業してたってことっしょ。頑張るのは当たり前だけど、たまには誰かに甘やかされたり褒めてもらわないとやってらんねえってなるし。まあこう思うのは俺だけかもしんないけど、まあこんなありきたりな言葉しか言えないですけど、いっぱい頑張ったお姉さんに俺からのささやかなねぎらいっす。本当毎日遅くまでお疲れ様です。それより飲まなくていいんですか？ぬるくなっちゃいますよ。あ、気づきました？疲れた時は甘いもの欲しくなるじゃないですか。だからホイップ多め、シロップ多めで、いつもより甘めにしてあります。追加料金は僕のおごりっす。お姉さんの顔にもろ出てるから、めちゃくちゃ疲れた、もう限界って。うん、かなりわかりやすいくらいには顔に出てますよ。毎日来てくれるのは嬉しいですけど、日を追うごとにどんどんやつれてってる。飯ちゃんと食ってます？ダメっすよ、ちゃんと食わないと。体壊したら元も子もないっすよ。って俺みたいなガキが偉そうなこと言っても説得力ないっすけど。お姉さんまだ時間あります？だったら、はい、これ持って帰って食ってください。今日の売れ残りっすけど、全部お姉さんにあげます。店長に見つかったらこんなのお客さんに渡すなって怒られるけど、今のお姉さんには必要なものだと思うから。店長には内緒でお願いします。この後はまた会社戻るんすか？なら俺送っていきますよ。ダメっすよ、こんな遅い時間に女性が一人で歩いてるなんて。どうぞ襲ってくださいって言ってるようなもんだし、それにこの辺で最近変質者出たらしいっすよ。マジっす。この辺見回ってる警官がチラシ持ってきてました。だから送らせてください。俺お姉さんが襲われてうちに来てくれないなんて嫌っすもん。大げさじゃないっすよ、大真面目っす。了解っす。片付けしたら上がれるんで、ほんの少しだけ、10分だけ待っててください。適当に座っててもらって大丈夫なんで。じゃあ片付け行ってきます。あ、絶対勝手に帰んないでくださいよ、約束ですからね。